米の形が潰れて少し硬くて大きくて一つだけでお腹いっぱいになった遠い記憶の中のあなたは柔らかくて温かくて安心そのもの大きくなるにつれて口うるさくなって思い出すのは少し怖い顔母さんあなたの作るあのおにぎり今もドキドキ無性に食べたくなるんだよ私は三角のおにぎり握って見せるとうまいもんね私にはできないとやっぱり太鼓の形梅干しのグリーンに舞い足でごまくったお皿に並んだ二つのおにぎりまるで私たち親子のよう あなたが信じる女の幸せ私が望む生き方と全く逆でぶつかってばかりとうとうあの日家を出た母さんお母さんあなたの作るあの森あれからも無性に食べたくなったんだよ年老いて病に伏せるあなたを見舞った日にお腹が空いたら後でお食べと持たせてくれた包み中にはおにぎり二つまるで小さくて触れただけでほろほろと頼りなく薄れた お母さんお母さんあなたのうまく握れなかったよ お母さんあなたの
り今も時々無性に恋しくなるんだよ恋しくなるんだよ Thank you.